イタル市川田中義則です。今回は夏の体験ボランティア夏ボラを特集します。番組後半では気分ノリノリ病気なしなし市川の食育をお届けします。どうぞお楽しみに。それでは市内の出来事を振り返るトピックスのコーナーからいきましょう。6日バスで巡る博物学の世界、夏の市内三天寺を訪ねてが行われました。この日帰りバスツアーは吉沢ガーデンギャラリー、木内ギャラリー、自然博物館の市内3カ所で現在行われている自然に関する企画展示をバスで巡りながら見てもらおうと開催されました。自然博物館学芸員が同行して展示物を紹介していくこのツアーに16名が参加。参加者はまずはじめに吉沢ガーデンギャラリーを訪れました。ここでは現在18世紀から19世紀にイギリスで描かれた植物画を中心とした版画作品を紹介する英国植物画の世界、美しき自然に魅せられてが開催されています。およそ100点の作品の中には市川市内でも見ることができる植物や鳥も多く、参加者の皆さんは学芸員の解説に耳を傾けながら一つ一つの作品に見入っていました。私は歴史の追っかけです、遺跡の追っかけですけれども、すごく楽しいんですよね。で、動物も同じ、鳥も同じで、結構いろんな方面から楽しんでます。前々からボタニカルアートっていうのは好きだったんで、ここまで来るのにこういう機会がなければちょっと不便ですよね、交通だから。嬉しかったです。次にやってきたのは木内ギャラリーです。木内ギャラリーでは市川の自然を見つめ続けてと題し、生物の教師として市内の学校で教鞭を取りながら市川の自然環境を伝えるなど様々な活動を行った故石井信義さんの足跡を紹介する展示が行われています。会場では石井さんが生前に書き残した花、樹木、野鳥の精密画の原画や愛用品などが展示され、自然を愛し続けた石井さんの活動を知ることができます。参加者はこの後自然博物館に向かい、名前を調べる会50回記念展を見て回りました。今回巡った企画展示は全て9月7日まで見ることができます。皆さんもこの機会に3会場を巡ってみてはいかがでしょうか。10日大賀シワ川第一調節池緑地で親子で学ぶ大賀シワ川第一調節池の歴史と題された親子学習会が行われました。大賀シワ川第一調節池緑地は天川水系の総合治水事業の一環として整備された湿地性の緑地です。平成15年その調節池の工事中に大量の貝殻が見つかり、その後の調査でこの場所が縄文時代の海岸、つまり干潟であることが分かりました。また大量の貝殻とともに縄文土器の破片で作った魚を取るための網の重りが見つかり、調節池の周辺で縄文人たちが貝や魚を取っていたことが分かりました。今回の親子学習会ではその調査にも立ち会った市川考古博物館の学芸員が見つかった貝殻や土器で作った重りを見せながら、縄文時代の市川と調節池が干潟であった頃の様子について話をしました。概要説明の後は緑地の中を歩きながら貝殻が散っている様子を観察しました。歩いてフィールドで見れる、それから専門の方がそれを教えてもらえるとすごい知識が増えると思うんですね。ね、4500年前の地面に立ってるっていうのはちょっと感動ですね。やっぱりこんなにたくさん貝が埋まってたり転がってたりしてすごいなと思いました。15日まで市川子ども館で平和展が行われました。平和展は展示物や催し物を通して
子どもたちが戦争を身近に捉え、戦争の恐ろしさを学んだり、平和の大切さを感じてもらおうと企画されたものです。期間中の展示では、戦時下の日本をテーマにしたパネルが展示されていました。掲示された写真には、当時の市内の様子や学校での授業風景、出兵していく人々の様子など、戦争へと突き進んでいく当時の世相を見ることができます。初日の会場では、戦時中の食事を体験してもらおうと、すいとんの試食会が行われました。用意されたすいとんは、当時のままの調理が再現され、調味料などは一切使わず、子ども館の裏の畑で採れたさつまいもの葉を加えただけのシンプルなものです。変な味がした。初めて食べたの？お餅みたいなので味がちょっと違うって感じです。美味しかったです。食べた、初めて。期間中にはこのほか戦争をテーマにした映画の試写会や千人針体験、灯籠作りなども行われました。戦争の悲惨さを訴える様々な展示から、子どもたちも何かを感じ取り、改めて平和について考える機会となったのではないでしょうか。以上、トピックスのコーナーでした。マイタウン市川、篠崎直子です。今年も夏休み体験ボランティア、夏ボラの季節になりました。私が今いますのは八幡にあるボランティア NPO 活動センターなんですが、こちらには昨年の夏ボラの様子が掲示されているんですよね。まあね、こうして見ると様々なボランティアがありますよね。こんにちは。こんにちは。2008年の夏ボラも始まっていますけれども、はい、今年はどのくらいのメニューが用意されているんでしょうか。はい、原則的に夏休み期間中に行われますボランティア活動を、通称夏ボラと呼んでおりますが、毎年メニューが増えておりまして、今年は、市役所の各所属で行われます、ボランティア活動の市役所編というメニューが21メニュー、ボランティア NPO 活動団体が行っている、ボランティア活動 NPO 団体編というものが59メニュー、合計合わせまして80メニューを用意しております。すごいですね。で、まあ、この夏ボラというのは平成13年から始まったわけなんですが、参加する方というのは年々増えてきているんでしょうか。はい、今回8年目を迎えましたが、毎年、延べ人数で1000人前後の方々が参加していただいております。メニューの増加とともに、参加者も増えてきておりまして、今年は、もう1000人を超えた方がエントリーしております。この夏ボラも市民の皆様にだいぶ定着してきたかなと思っております。そうですね。それでは数ある夏ボラの中からいくつかご紹介しましょう。市内にある公立保育園のうち24園で行われている高校生体験保育ボランティアです。子どもと一緒に遊んだり、食事の介助、手洗い、トイレ、お昼寝の手伝いなど、
保育士のサポートを行います。学校の掲示板に掲載されていて、将来の夢が幼稚園の先生なので、この夏を利用してボランティアをやろうと思ったからです。佐野さんは保育園でのボランティア活動をする前に、幼稚園の保育ボランティアにも参加したんだそうです。実際に体験したので、学校、私は短大に行きたいと思ってるんですけど、短大で実習とかあったら積極的にやっていきたいなと思います。あ、でも子どもの可愛さが、その今までそのただ可愛いってだけじゃなくて、自分がお世話してみると、お昼寝の時間にこう背中を叩いてあげて、それでどんどん寝て、それでなんか安心したその顔とか見ると、あーってなんか可愛さがもっとなんかそういうので、ちょっとお母さんの気持ちが分かった気がしました。なんか最初、1日目の最初の時はなんか園児に話しかけにくかったりしたんですけど、なんか園児の方から私に話しかけてきてくれたりして、すごい嬉しかったし、だからなんか今日は自分から話しかけたりしてみて、なんか知らない人に話しかけるみたいな積極性が、はい、生まれました。年長さんを担当した村松さんは、配膳の間にする読み聞かせを体験しました。少し緊張しているみたいですが、子どもたちは村松さんのお話を静かに聞いていますね。結構緊張しました。子どもたちの考えていることとか分かんなくて大変なんですけど、もう可愛いんで何でも許せちゃって頑張ろうって思います。ちっちゃい子と話すときとか、しゃがんであげて目線合わせてあげたり、そういうちっちゃい心遣いができるようになったかなって思いました。続いて中学生が参加した夏ボラを紹介しましょう。子どもたちに大人気の中央子ども館では、夏休み期間中に体験ボランティアを行っています。今日は子どもたちを案内したりとか、あとは読み聞かせをしたりしました。最近ちっちゃい子と触れ合う機会がなかったので、すごくいい経験になりました。この日は屋外で水遊びをする日ということで、ボランティアの中学生も職員と一緒にずぶ濡れになって子どもたちと水遊びを楽しんでいました。楽しかったんですけど、水かけてくる子たちがすごくて大変でした。やっぱり小さな子どもたちと触れ合ってるのが楽しい。ちっちゃい子どもたちが寄ってきて、で笑顔で見てくれるのですごく嬉しかったです。3日間やったんですけど、3日間とも子ども相手に遊んで、子どもというか小さい子相手に遊んで、もう全然苦じゃないし、すごい楽しかったです。篠崎さんがお邪魔したのは八幡親子集いの広場です。0歳から3歳児までの親子と妊婦さんを対象に、遊びや仲間作り、情報交換ができる広場です。親子集いの広場は八幡のほかに新井、新居浜、二俣にもあって、市が委託しているスタッフが子育てに関する相談に応じたり、子育て情報も提供しています。逃げないでちょっとお話聞かせてください。今日ボランティアで来られてる、はい、今学生さんですか？はい。大学生？高校1年生です。高校1年生で、はい、で夏休み利用して、はい、なんでこちらのボランティアに応募されたんですか？中学生の時にボランティアとかあったんですけど、そんなになんか中学生なりな感じだったんで、高校生になったらこういうの多くなるんですよ、学校のこうボランティア活動っていうのが。でやってみたいねって友達と話し合って、
代理でやりました。あの数ある多分ボランティアいっぱいあったと思うんですけど、その中でこちらを選んだっていうのは、まずどの夏休み期間のどこでもよかったんですよ。で8月27日までもうその時に行けば入れるよみたいなとこだったんで、ここがいいねって言って、あと近いとかいうとこもあって、でちっちゃい0歳から3歳までの子と遊べるっていうところがあって、ここにしました。なんかどうですか、実際こうやってみて。あ、でも楽しいですね、やっぱり。どんなところが一番楽しい？もうなんかちっちゃい子からパワフルっていうか、そうなんかもらえるんですよ。可愛いですよね、やっぱり。すごい可愛いと思います。どうして遊ぶのとか難しくない？ちょっと難しいです。結構大変だし、ちょっと大きい男の子昨日来たんですけど、活発でちょっと大変でした。自分自身もこう得るものとかあります？癒されます。癒されます。あの基本的にここはお母さんとお子さんの遊び場ですけど、お母さんは私たちがやるからお子さんと遊んでくださいということをお願いしてます。じゃあ実際ボランティアさんをにやっていただいていかがですか？はい、あの私たちも助かってます。あのやっぱりお母さんとじっくり話すこともできますし、あのそういう時間が持てますから大変助かってます。それでは私も夏ボラを体験してみたいと思います。こちらは大野町にある前畑緑地なんですが、今日はこちらで緑地の整備が行われるということなんです。この前畑緑地は市川里山クラブの皆さんが1年前から整備してきた緑地です。市川里山クラブは市川市が平成18年度から開校している緑と花の市民大学の第1期生が中心になって立ち上げたクラブで、大学で習得した知識や技術を生かし、前畑緑地が子どもたちの遊び場や地域の人が散策できる場となるよう整備を続けています。今年に入って先月ですか、住民の方たちとね1年経ったところで、お話し合いしたんですけども、意義って言いますか、それに対してこれやったことに対してどうのっていうことじゃなくて、皆さんやはり明るくなって見通しが良くなってありがたいと、いうこと、治安の面でもですね、はい、見通しが効いていいんじゃないかとな方で、喜んでいただいてですね、私のもうやった甲斐があったかなって思ってます、ね、そうですよね。こういった緑地がね、自分の家のそばにあるといいですもんね。そうですね。今日私と一緒にボランティアを体験する増島光平くんです。よろしくお願いします。頑張ろうね。篠崎さんと増島くんは茂りすぎている竹を間引く作業のお手伝いをしました。上手上手、すごい上手。そんなに簡単に切れるものなんですか？切れますよ、竹は。うわあ、でも結構そんなに力入れなくて入ってる。うわ、はい、うわ、抜けた。びっくりした。でこの根っこをね、向こうにずずっとこれを持ち上げて、はいはい、で向こうに引いてくる。うわうわすごい。うわうわうわ篠崎さんにはちょっとハードな作業だったかもしれませんね。この日は近所の子どもたちも集まって虫取りや竹細工の教室も行われていました。ね、これ今何作ってるの？笛ね。笛？いや、なんか増島くん作ってるみたいですね。ちょっと行ってみますね。どうも。マスジマ君、これ何作ってんの？箸。箸。あ、お箸？これ竹をカッターで？
難しくない？あ、本当だ、すごいね。あ、ここが細くなって、もうちょっとやるの、これ削るの、全体に。すごいですね。へえ。増島くんはこれ今回自分でボランティアで希望してやったんだよね。はい。なんでこのボランティアをやろうと思ったの？自分に合いそうな感じだったから。どんなところが合いそうだと思った？切ったりいろいろするところが、うん、じゃあ工作とかそういうのが普段から好き？はい。あ、なるほど。で、実際にやってみてどうかな？思った通りで楽しかったです。あ、そう。例えばどんなところが一番楽しかった？ノコギリで切ったり、うんうん、中で削ったりして。なるほど。じゃあこれやったことがこれからなんか自分自身で生きてきそうかな？そうなったらいいなと思ってます。これからもこのメニューをどんどん増やして、下は小学生、上は団塊の世代の活動の場としてというように、幅広い世代の皆様にこのような体験をしていただき、市内で行われているボランティア活動や市民活動を活性化し、多くの皆様に理解していただくことにより、市民活動が活発になってくることを期待しております。私も今日一日ボランティアを体験させていただいて、なんかボランティアをしたというよりは楽しい一日を過ごせたなという感じです。まあ、ボランティアと聞くと構えてしまうかもしれませんが、あ、これやってみたいと思う気持ちがボランティアの始まりなんだと思います。皆さんも自分のためだけではない何かを見つけてみませんか？以上、特集のコーナーでした。人が良くなると書いて食。皆さんは食を大切にしていますか？毎日の食生活は生涯にわたって健やかな体を育む基本です。しかし、朝ごはんを食べないなどの不規則な食事や食の安全や安心に関する問題など、食を取り巻く状況も変化しています。市川市では食に関心を持ち、さまざまな経験を通じて食を選択する力を身につけ、楽しく食べて生き生きと健康に過ごせるように、市川市食育推進計画を作りました。このコーナーでは乳幼児から高齢者の方まで、幅広い世代の市民の皆さんと一緒に進めている市川の食育についてご紹介します。今回は大野保育園で行われた野菜の収穫体験をご紹介します。今日は自分たちで暑い中一生懸命育てた野菜を、取ることによって、みんなで給食に反映させて、で、美味しく食べていただきたいということで収穫祭をしました。みんなで土おこしをしながら苗を植え付けて、水やりをして、どんどん日々大きくなって花が咲いて実になって、それを収穫するということでやってきました。土に触れることで小さな虫とか、それから花が咲いたりとか、それから収穫したきゅうりの根元から水が出たりとか、そういうとても小さなことなんですけれど、貴重なことを体験してくれたと思っています。今日は何を収穫しましたか？お野菜。どんなお野菜？きゅうりとかトマトとかナスとか。いつもお野菜にどんなお世話してますか？水やり。お野菜が大きくなってきてどう思いました？すごいと思った。みんなで収穫してどう思いましたか？楽しかった。今日ね、給食でみんなが取ったお野菜が出てくるんだけど、お味はどうでしょうか？おいしい。おいしいと思う。買ったお野菜と自分で育てたお野菜とどうかな、比べてみて。自分で育てたお野菜の方が美味しいと思う。きゅうりとトマトはサラダになります。それから、ピーマンは
今日の給食のハムピラフの方に使わせていただきたいと思っています。今実際に調理をしているところなんですが、子どもたちがとても楽しみにしてますので、私たちも暑い中美味しく作りたいなと思っています。食べ物は、ただみんなの食卓にすぐ来るのではなくって、一生懸命本当に育てて、で大切な命をいただくっていうことも感じてくれるといいなって思っています。簡単朝ごはん。それでは江澤さん、今回のメニューを教えてください。はい、ツナとわかめの和え物です。それでは材料を教えてください。はい、生わかめが 30g、 ツナが1缶、きゅうりが1本、生姜汁少々、お醤油が大さじ1です。それでは作り方を教えてください。はい、わかめはざく切りにし、茹でてから水にさらして水気を切ります。きゅうりは縦半分にし斜めに切ります。わかめ、ツナ、きゅうりを合わせ、生姜汁と醤油で味付けします。これでツナとわかめの和え物の完成です。それでは早速いただいてみます。きゅうりの歯ごたえがすごくいいですね。それとお子さんの大好きなツナとわかめが海藻の中にも一度に取れて、とてもいい一品だと思いますね。はい、それでは伊沢さん、今日のワンポイントは。はい、お子さんの場合は生姜汁をなしで醤油味でさっぱりでもいいと思います。また茹でたキャベツを入れるとボリューム感がありますよ。生活リズムを整える基本は朝ごはんを食べる習慣からです。バナナ1本食べることから始めてみましょう。皆さんも簡単朝ごはん始めませんか。第3回健康都市連合国際大会が今年の秋、市川市を会場に開催されます。メインテーマは健康で安全な都市社会、それを実現する健康都市の取り組み。現在専用のホームページを立ち上げ、大会の概要や日程などを掲載しています。ぜひご覧になってください。皆さんでこの大会を盛り上げていきましょう。12月から3月生まれの方に健康診査とがん検診の受診券を発送しました。まだ届いていないという方は、健康診査については国民健康保険課、その他がん検診などについては保健センターにお問い合わせください。健康診査、がん検診は早めに受けましょう。庁舎改修工事のため、来年1月まで市役所本庁舎前の駐車台数が大幅に縮小しています。来庁する際はなるべく公共交通機関のご利用をお願いします。また車でお越しの際は第2、第3駐車場をご利用ください。それでは最後に、これから行われるイベントのスケジュールです。次回8月23日からの放送は、市川市が進めている健康都市の取り組みについてご紹介します。どうぞご覧ください。